黒猫山とのメール便の配達をこの3人場行くのやつ。ああ、はい、その方が、はい、その方が早いですか。荷物が多くて、あの、いあ、なんていうんですかね、二輪バイクの荷台には乗らないんですよ。あ、で最初二輪バイクでやったんですけど、荷物が高くな なるとバランス悪くて、バイクを止めた時にひっくり返って。そんなにはいっぱいあるんですね。あ、もうやばい。へえ。で、あの、今僕が言ってる三輪の、僕が乗ってるのはアップって言って、荷台が低いやつ。へ、あの完全にエンジンとフロントのシートが分かれてるやつ。こんななってるやつ。そうそうそう、あ、こんななってるっていうか、で今ヤクルトさんが乗ってるのは、シートの後ろが2台になってるんですよ。シートの高さに2台があるんですけど、はい、僕のは酒屋さんが昔乗ってたやつ、シートの下に2台があって低くなってるんですよ。2台後ろ、完全にタイヤの上に2台がある形。あのキャロピーとかあるやつ、あれじゃない、あれは X って言って2台が高いやつ。で僕2台が高いやつで、修理の坂見首里で何回もひっくり返した、雨降りとか。なるほど、荷物が。なるほど、この坂で。坂でもそうですし、一回配達するってサイドブレー、サイドスタンド立てて離れた途端にバランス崩して倒れたりっていうのがあったんで、三輪バイクにしたんですよ。みんな三輪バイクでやってたんです。なるほど、二点より三点の方がいいですから、ね、そうそうそう。そしたら今度は真夏毎日ヘルメットかぶって、毎日ですけどヘルメットと帽子が死に臭いから、暑いし、あの、取ってノーヘルではやる人もいるけど、捕まったりするのもめんどくさいしと思って、ミニカー登録して、僕最初に会社に聞いたら、あっちヤマトは 125cc 以下だったら OK だったんで、ミニカー登録のことは何も言われなかったので、そのまま登録して、僕がミニカー登録で走ったらみんな真似してやるっていう話です。いや、機動力ありますからね、やっぱりね。そうそうそう、なんかポスター配るの、この、ね、あのスクーターでやろうかなと思ってます。たぶん魂がやってた、ああポスター配り、バイクで、うん、楽ですよ、うん、なんか車はね、あの駐車場止めて、そう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 、この一帯を攻めるみたいなじゃないですか。そうそうそう、あれ結局歩く、めっちゃれだと、まあ、スクーターだと歩かないで済むので、歩く距離が少なくなる。さあ、メイクあげます。時刻は10時を回りました。FM ギノワン 79.7MHz でお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバー、ひふみずバーでございます。10時台最初のコーナーはこちら。前奏長いな、この曲。もう喋ってもいいと思いますけど。全然全然全然。まだ始まらない。まだ歌入らない。かっこいい。曲の紹介お願いします。ナオキアでブサイク下手くそ40代です。イエス。まず一曲聴きましょう。なんかバッカスのコーナーがあるんですか。そうそうそう。ナオキさん、ヒーフーミズバトル何回も初めてじゃないですよね。違います。前出て、うん、次のニーニーたちがいるじゃないですか、若い。はいはいはい、オードブル。はいはい、あのニーニーたちに、うん、めっちゃケチョンケチョンケチョンヒーフーミズさんと楽しく喋って、うん、もう俺スイッチオフにしてたら、オードブルになんでこんなに喋れないってずっと詰められました。今日もそのコース行きます？帰る。あれ、直樹さんって歌うたいでした。てっきりお笑いの方かと。違いましょう。うちはやるんですよ。あの、楽器全部できるお笑いですよ。全部できますよね、楽器。ベースとライブはライブでした、うん、ベースとギターはライブしたことあるけど、うん、あとはほぼできないです。ドラムも打ち込みはできるってことです。あ、え、
バックスやらんのか、今日バックスないんです、残念。最高っすね、うん、途中まで眠たかったけど俺。何が今でもあの会社終わってずっと、うん、あの時間潰してたんですよ、帰らないで、おうおうおう、帰ったら微妙な時間だったんで、はいはいはい、でマック行ってあのメイクマン行って、うん、あとあのあれダイレックス行って、うん、途中で寝ようかなと思ったけど、うん、あまだ、あ、あのマックで2時間ぐらい潰してたから、うん、ああいい時間だなって言って、で、大雨降ってきて、だからね、バイクじゃないでしょ、もう晴れてる、バイクじゃないでしょ、ね、なんか、違う違う違う、お家帰ったらバイクできたかったけど、うん、いや、この今日は大丈夫です。こうか、寝たらダメ。直樹さん、シーケンサー、シーケンサーって何ですか。シーケンサーって僕もよくわからない、でも音楽用語です、はい、僕が使わないシーケンサーって何かな。中央で音楽関係の仕事してる方で、何ですかね、ビッグアーティストとかともいろいろお仕事してる方です。小勝さん、はい、僕はあのタクロクで、うん、はちみつくさんいらっしゃる、はい、あれ今スタジオワン5っていうソフトを使ってて、もう全部パソコンない、もうあのハードはないです。ハードってその要は楽器は生音で入れたりはないです。はギターも、ギターはアコギだけ、あとエレキも全部あのラインでその 線を中に、ああ一応自分の音を入れてるんですよ、はい、あの一応このパソコン内でアンプの音とか再現してるから、はい、偽物の音です。偽物、あ確か偽物、まあ、偽物っちゃ偽物、なんて言ったらいいのかな、電子電気信号。お届けしたのは直樹屋さんで、ブサイク下手くそ40代です、でした、でした。いつもはですね10時にねお酒のコーナーやるんですけど、いいっすね、今日お酒のコーナー、なんでかっていうとテーマがバイクだったので、あそうですね、飲酒運転の話にならないか心配だったので、本当にもう僕酒飲めないんでね、ほう全く飲めないんでしたっけ、全く飲めないですっていうか10年ぐらい前までは飲むことあったんですよ、はい、飲み会で、うんうん、はい、あのパワハラで、飲まされ今大流行り の、はい、ね、パワハラがあるじゃないですか先飲みニケーションでしょ飲みたくもないのに呼ばれてそうっていうので、もうでも今はね、うん、もうすごくいい時代になって、本当ですよね、帰りますよって言ったら返してくれるから、うん、そう昔は無理だったもんね、そう一気一気飲みで、いやもう本当ね、あの昭和初期の話です、初期じゃない昭和後期ね後期も俺中学生だな、平成初期はね、まだ中期ぐらいまであったんじゃないかな、パワー、あのノミニケーション、うん、直樹さん誕生日6月5日そうです、はい、ですよね、はい、この10時のこのコーナーってお酒の話をするんですけど、はい、大体皆さん最近ずっとやってるのがゲストさん誕生日に絡めたお酒の話をするんですよ、ちらっとだけちょっとやりましょう、ね、はい、6月5日の直樹屋さんの誕生酒っていうのがあるんです、あこんな洒落た話あるんですね、はい、はい、6月5日の直樹屋さんの誕生日酒、これカクテルになるんですけども、はい、ブルーベリーロワイヤルっていうカクテルになります。おブルーベリーロワイヤ ル、はいロワイヤル、はい、でこれさ面白いことに、はい、こう366個誕生酒っていうのがあって、皆さんそれぞれ誕生日でお酒が違うんですけど、す、ね、はい、これ一個ずつに全部酒言葉っていうのがあって、はい、その人を表す言葉がついてるんですよ、はい、直樹屋さんの6月5日生まれの直樹屋さんの酒言葉がこちら、一生懸命で使命感のある期待の星。おおめっちゃいいですね、一生懸命で使命感のある期待の星です、ブルーベリーロワイヤル、はい、めちゃありがとうございます。でいつもだったらこのブルーベリーロワイヤルのレシピとか紹介して、うん、その中に使われるお酒の話をするんですけども、花言葉みたいなもんなんですね。そうなるほど、今日はやりません。これひふめさん基本覚えてるんですか、はい、いや、そうでもない、ま、ググってる、まあ、誕生日に、例えば
誕生種で検索したら365個出てくるので、ね、そうなんですね、はい、うん、そんな感じでやってますよ。いやーもうめっちゃ嬉しい。俺飲みたいな、ブルーベリーロワイヤル、うん、飲めないくせに飲めないことはないんですよ。飲めますけど飲もうともはない。あのあれでしょ、あのあれでいい、あのコーヒー牛乳と玄米いつもありがとうございます毎週月曜日にコーヒー牛乳と玄米を買っていただいて、玄米3個で美味しいでしょ玄米。あのたまに飽きてきたら、うん、めいっ子とか、うん、あの尾上ってドラムの兄がいるんですよ、うん、彼子供さんにいるんで、うん、彼の子供にあげてます。あ会った時はいどうぞっ て, っておじさんからどうぞっ て, って喜んでもらってる。え喜んでます。喜んでると思う。でこの前はあげすぎて断られたやっぱり嫌われてる。喜ばれてない。もう溜まってるんで消費できないからいいですって飲んでないさ。5個の時今3個になったじゃないですか。だから消費できて、あだから3個になったんだね。ブルミさんロッカーなのに意外。いやーマジで本当ね、酒ばっかり飲みたいですよ本当は。今日魂さんにさ、はい、今日先週のライブの話聞いたら、はい、なんで、あ施術、僕も施術、あそうされてるの、はい、週に1回行ってて、はいはいはい、で話ライブお疲れ様でしたって、もう来年できるかどうかわからんみたいなこと言い出して、なんでよ2人先輩2人が健康じゃないっていう話から、そっちね本人はイケイケだけどね、うん、先輩2人が健康じゃないみたいな話から、であの前回のライブの時も、はい、あのそうそうそう飲みすぎたからそうガチャピンさんいなくなってたから演出かな違うはずな。だから俺前回のライブの時ガチャピンさん壁にうっちゃこうやってベース弾いてたわけよ、はい、だから誰かと寝てるって寝ながら演奏してるって笑ってたわけさ冗談で、うん、先週の金曜日にガチャピンさんがビール飲みたいから誰かビールちょうだい、うん、あそうだ本当、はい、あの前からそこでビール買ってきて飲まして渡す時に寝ないだよって言ったから誰が寝てるかって怒られたんです俺は寝てないって言ってから怒られて、じゃあまだ大丈夫だったんじゃないですか、うん、まだ大丈夫。でもだから、うん、あ心配してましたよ、うん、なんかね、やっぱりミュージシャンとお酒ってやっぱり皆さんよく飲む方が多いので、いやまあね、どこの世界もそういった歴史がありますからね、やっぱ、うん、セックスドラッグロックンロールっていうね、薬もやってると思いますみんな昔なんですね、いい方の薬、コミュニケーションコミュニティ放送だからっていい方の薬、いい方の薬ってなんだよ直人かそうそうセックス直人ロックンロールですよ万能沖縄の万能薬あ、だからガチャミンさんに入れないでよって誰か言いに寄ったんだウコンあウコンねウコン飲んでるみんなウコンだそうね川藤さん あそこさんもお酒飲まないって言ってたな、ほんまに酒飲むんだったらタバコがいいって。どういうことタバコ、タバコをも僕やらない。ひふみさんタバコ吸います？もうやめました。ね、昔バーやっててやっぱそれでお酒とかタバコとか、ああもうあの時は日常茶飯事だったんじゃないですか。酒はすごかったです。もうね、まあ、しゃあない仕事ですからね。その前から飲んでた僕、高校の時からも居酒屋に学生服で飲んで歩いてたんですよ、はい、へえ。あの時代昭和平成初期ですよね。違います。あ昭和です。えじゃあ昭和後期じゃあセーフセーフなんじゃない。マジで学校帰りに居酒屋行って飲んで晩ご飯食べて帰る、飲みながら。それはタバコ吸いながら。ヨギの話ですか。国際通りです本当に、まあ、時効ですよもう多分。そうですよ10年経ってますよね。あもう40年ぐらいだからマジで40年経つんだよ本当にさ、もうマジだよ。電波に乗って大丈夫、もう大丈夫ですよ。僕もっと悪いことしてるんで、僕全部これ嘘なんで今まで冗談なんで僕全部嘘なんでね。バイクもね、はい、さっきオープニングでちょっと話すかどうかやめ、しゃべらんかもっつったバイクの話があって、僕最初にバイク買ったのが中3なんですよ。買えたんですか。あ会長買え忘るのか。買えるというか、はい、盗んだこれ違いますよ盗んだの売る方で、ね、違うんですよ。これひどい話で、ねはい、地元の先輩の一個のたけしっていうのがいて、これ工業高校行ってるわけ、はい、もうめっちゃ怖そうですね。工業の工業行っただけで、はい、自動車科行って、はい、先輩が、はい、もう速攻1年になってからすぐバイク盗んできてから、はい、パッソーラかましてきて、パッソーラってパッソーラのエンジンをパッソーラに乗せ替えして、すいません、パッソーラは分かる、パッソーラってあるんですか。パッソーラは、うん、分かるでしょ、うん、あれのパッソーラってちょっと大きめの
あ、そんなのがあったんですか。パート2みたいなのが出たんですよ。あれちょっとあの排気量っていうか排気量みんなあれ、ね、ちょっとあの大きいのかな、同じ 49cc なのかな、うん、でパストラを盗んできて、当時のゲンチャリってあの今みたいに軽い部品じゃなくて鉄板も結構使ってたんで車体重かったんです。あ、そうだ、ジェンマとか重かったイメージがある。そうそうそう、はい、であのそのパストラも重いんで、パストルが軽いからってパストルエンジン乗せ返したら、はい、クランク長すぎて後ろブレーキ届かないんですよ。あ、この引っ張るやつね、あのドラムブレーキがね、はいはい、要するにエンジン乗せ返するのをやったけど、はい、国はあのパストラの長いワイヤーをつけずに、はい、パストルのフロントブレーキだけしか効かないのをめっちゃ危ないですよ。1、2、3万で帰って渡されたんですめっちゃ危ない渡されたんですよ、うん、でそれが、うん、もっとひどい、こう前のパストラだったかって、割った音のパストラだった割った後、タキシーは人の家盗んだバイクを改造したのを盗んで家のワラバーに売るっていうことをやった。ユミさん買った、いやお金払う、いや中学生お金ないさ、実家名しないといけないんですよ、もうそうなったことは。そうなるとめっちゃもう残酷物語じゃないですか。したら僕、はい、あの首里中と松島中学校の境目の首里中側に住んでて、はい、家の裏みんな松島中の柳原畑がいるんですけど、はい、その境目にあの無縁仏の墓がいくつかあって、はい、そこの墓地僕たちの遊び場だったんで、はい、そこに家に持って帰れないでしょ、はい、持って帰れないから一旦そこのお墓に置いてたら、松島氏が翌日盗んで亡くなってたんですよ。へ、でもないバイクを3万円シージャーに払えって言われて殺されたって話です昭和の良き昭和のいい話でした。さあということで、あ、本当の実話ですからね、これ実話ですよ。メールも来てるんでメールも読みましょうか、はい、バイクといえばっていうのは、ヤンポーさんです。バイクといえば高校時代の俺らクラスのフラーターのバイクでの暴走を思い出します。ヤンバルの話ですよ農業祭のあと、高野祭にあのフラーターがバイクで暴走サーニからパトカーと鬼ごっこ相談、ピエロの格好サーニから、サーニからバイクの後ろから落ち屋にから警察に勝ちまっとうたん、ワッタークラスから7人同、もちろんレスラーにも苦された元オリンピック選手、あ、俺は元オリンピック候補代表候補に苦さってから出ていてっていうのは多分これ先生なんです。で後半出てくる話はね、有名女優の名前が出てくるんでこれ割愛します、カットです。沖縄のってこと、僕この人が沖縄に親戚がいるって初めて聞いたっていうぐらいビッグな有名人の名前書いてある。誰だろう、後で紹介する。ダメ、聞かないで答えそう沖縄出てきた松島中にヤンキーが多いのは有名、松島中と僕たち首里中は地域喧嘩してます。あれですね、ひふみさんの時代ってもう本当あの先駆け男塾みたいな時代ですか。いや、ビーバップハイスクールです。ビーバップハイスクール、はい、本当の本物です、あの時代です。あの学級崩壊、はい、っていうのが流行った世代です。あれですよね、積み木崩し、あの家全部スプレーして、スプレーどころじゃないです授業中に診断するのもいた本当に今もう健在ですかその人もう。いやもうあの当時の中学の同級生で診断やってるので、はい、2人はもうダメです、もう多分生きてないはず。あの人はね、まあはい、僕今言ったあれは元うちの姉の元旦那の弟って僕義理の兄弟だったんですけど、はい、沖縄市の鑑別所から首里まで逃げてきてるこれあの僕基本聞くのは好きなんですけど、うん、僕実体験ないんで、うん、容器はちゃんとちょっと俯瞰で聞いたらめっちゃ怖い話ですね。怖い話なんですよ、うん、だから僕はあの周りがそういう人たちがいるあの学校で育ったんで、うん、1回だけ診断吸ったことあるんですけどこれ言ってもこれ言っていいよ。あ、全然いいの、ね、1回だけ吸ったことあるんですけど僕吐いたんですその場で。本当にもうダメだわけ。あの1回で、うん、手とか出てくるんですか。手って、あの要は幻覚、あの要はお腹から手が出てきたり、あもう人によって幻覚見るの違う、スペシウム光線打てたりするっていう、うん、もう光線でやり合ってる2人がいるんですよ俺から見たら何も出てないんですけど、振った2人も避けて当たってあがーっつってからDJ
よし、助かれよって言ってから、怒ってるんだけど、分からみたら、何やってるんかなみたいな。めっちゃ特撮ですね。だから僕は、だから、一回死んだすって吐いたんで、友達が、お前、体もんからやめろって、闇張りなって、毎日見張り、人が来ないかっていうのと、これなんかが突然走り出したり。道に飛び出そうとするのを抑えるっていう。それあれですね、ひふみさんよくここまで構成しましたよね。ひふみさんが昔は死んだするの多かったなっ、アンパンやりすぎると歯がボロボロになるのもなんなんね、あっち全部歯が本当ボロボロなんですよ、マジで。永久死ですよね、もちろんね。そうですよ、はい。今でも今あるじゃないですか、ひふみさん。僕は違います、僕は違います。なるほど、はい。廊下バイクで走るとかありましたよ、なかったわ、みそにこぼす。あれあれ、マッチが乗ってくるんですよ、あの金髪先生。ああまるでやったことあるみたいに、やったことない。でも高校の時は、朝、白バイに追っかけられて、学校に逃げてくる同級生とかいた。いやもう、ひふみさん、僕、それ考えたら、うん、僕ね、全然真面目です、僕の時代は。直樹さんと僕、10個ぐらい。僕50です。5か、56。だから6つ違いか。多分その時の一番那覇で荒れてたとこなんじゃないですか。僕は、そうでもない。いや、違います。もっとあるんだ。シル中はそうでもないです。そうなんだ。那覇中、城北、上野山、京原とか、とかはもうすごかったらしいです。もう、あれですね。もう普通にしてたら生きられないですね。そうだから僕真面目なのにビンタ剃って、はいはい、そしたら先生にテクノカットってこと？テクノカット、はい、当時僕なんか手術は挑発だ大丈夫だったんで僕伸ばしてたんですけど、はい、ビンタ剃ってるからっていうか、や丸刈りって生徒指導の先生に丸刈りされたり、一緒に歩いてるのかタバコ吸ってたからって言ってから、いやもう一緒、いや同罪やさって正座させられて、角材桃に挟んで正座させられて、座ってる上に先生のかかと落としをこの桃に受けたりとか先生俺何もやってないって、いいお前面白いからやられとけっつってから、罪人じゃない罪人し、ね、大岡越前とかの罪人じゃないですか。本当です、本当にあの世界でした。直樹屋さん50歳、俺の2つ年上ですね。そうヤンポヤンポ、そうなんですよ、今年50になりました。あれだよ、シージャニーはちゃんとうん、SNS でも言葉遣いに気をつけた方がいいよ。おめえ、俺同級生みたいにばっかりコメントしやがって。同級生じゃないわ。沖縄、はい。何でもです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？沖縄大好きさん。バイク暴走はなかったけど、制服。乱したり。制服乱す。髪型派手にしてたくらい。うん、学校近くの墓場は、結構ヤンキーのたまり場になってたり。っていう時代、沖縄哲樹さん若いんだよ、28とか。そうなの、はい、へなので、はい、僕たちからすると、はい、カボイさん、浦翔って大平よりやばい、やばい、それ、大平も、大概評判悪かったけど、そこまで見たことない。浦翔、いや、今話したのは中学校の話です。浦翔の時は、高校に学校、バイクで逃げてきたとかね。で近所の人が高校生がタバコ吸ってて毎日通報するんで、はい、特捜が来たりとか、特捜って私服警官が朝来て、はい、普通におじさん来たかなと思ったら、はい、もうタバコ吸ってるのみんなチェックしてて、はい、お前の声を言ってからみんな捕まったりとかで、そのままみんな捕まえられて学校に行って、これなんか現行犯で見たから処分してくださいって先生に言って、僕たちは出校停止、1週間。いやー、マジで、出廷中に捕まるのはそのまま2週間。今の子もね、それぐらいやってほしいですよね。いや、ダメです。でも数年前から、はい、その見た目ヤンキーが少なくなってきてるんですよ、那覇も。今もそうな、今の若い子たち。さすがに、うん、ひふみさんが言うヤンキーって、やっぱソリ入ってたり、そう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 、ボンタン入ってたりみたいな、そうそうそう、さすがにもう、ダサいっていうのがあるんじゃないですか、ね。今いないたまにいるんですけど、何年か前からこのそういう見た目ヤンキーがいなくなった分、真面目な子が悪いことしてるんですよ。あれだ、半グレだ、怖い、
半グレ、まあ半グレって僕のイメージでは見た目も怖かったりするんですけど、中学生の例えばタバコ吸ったりする子なんだけど、うん、見た目とっても真面目で挨拶もちゃんとするし、あの逆に怖い、家でも勉強もできるし、だけど隠れてタバコ吸ったりいじめしたりする。あ、それなんかちょっと、そうだからちょっと違うんですよ、ね、僕たちの時代とは。なんかもうちょいあれでしたよね、多分もうその、うん、あの正義の味方のあれば筋が通ってるみたいにね、そう、うん、筋の通し方はありましたよ、うん、喧嘩してああのどっちかが悪かったらみんなが注意しよったのに、うん、違うよってやわさんこんなやったらダメだとか、これ以上やるなよとか、うん、で5つ10人ぐらい覚醒で一人苦してるっていうのは普通にやってましたよ。さあメール行きましょう。バイクの話全然バイクの話いきます、はい、マスター直樹さんこんばんは、はい、直樹は桜の会の埼玉の蜂蜜一家です。あ、蜂さんどうも。被害者ですね。で今のバイク今は2006年式の ZRX、川崎かな、 ZRX ね、多分これは忍者ですか、あ GPZ かあれ、うん、あの頭文字何で始まるかで ZRX は川崎です。あ、川崎かな。で歩かせてます、はい、妻からバイクの許可が下りるのに13年かかりました。ゲンチャリは OK でした。それより大きいバイクが止められていた理由は危ないからだそうです。そうだと思います、うん、結婚以来来る春来る秋ごとにこの時期バイク気持ちいいんだよなと言い続けてました。13年間よう我慢できましたよね。あ、もう結果13年って形ですよね。バイクの許可は妻から正式にもらっていませんが、事後承諾扱いになっています。あ、買ったよって言って、もう買って乗ってしまって今はもう何も言わせてない、季節を作るっていうことですねって言ってるのに、うん、次は SR400 をカフェにして、カフェに改造したバイクを狙ってますよ。すごいカフェ分かります、あのこんな、セパハンみたいな。そう僕分からなくて、こんなやつですよね、送ったんですよ、うん、昔のヨーロピアンタイプっていうか、あのなんかこんなね、こんな風に乗る、そうなんか僕乗ったことないけどね、本見るの好きだったんですよ。じゃセパハンとさ、バックステップ乗ったことあるんですけど、うん、めっちゃ運転しにくいですよ。あれ早く走れるっていうことですかね。高速で走ってて、うん、コーナリングしやすい作りなんですけど、うん、普通に街乗りする時に、まあ、とっても疲れるんです。大変でしょうね。デージです、うん、それ考えたら、はい、スクーターめっちゃ楽です。スクーター楽ですよ。めっちゃ楽ですよ。基本手しか使わないですから、はいはい、魂一緒にツーリングしたんですけどね、うん、4つ使ってる感じしますよ。あのカチ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 マニュアルとノークラカチ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 って、ね、でもあのエンジンブレーキが気持ちいいんですよね。まあ僕は一回吹かしてポンポーン、うん、エンジンブレーキが楽しい。僕はもうあのスクーターでいいかな。ちっちゃいスクーターで十分ですね。ちっちゃいスクーターいいですね。ひふみさん、キャンさん、大物ライブの、時しか練習しないでおなじみの直木屋さん、はい、こんばんは。皆さんこんばんは。ワンワンテーマバイクっていうのは、カープボーイさん、高校1年生の時に初めて乗ったのは川崎の KMX125、 これあれです、モトクロス、モトクロス緑色の、でその次に乗ったのは川崎の GPZ400。 忍者ですか。忍者、いや、川崎、これ忍者じゃない、忍者川崎、忍者鈴木でしょ、川崎時代。うん、GPZ400。次に乗ったのは、最後はリード90で終わったオートバイ。あ、リード90いいっすね。いいですね。僕、その次のジェネレーション、次の世代のやつ乗ってます。が今乗ってるリード100。僕、リード125を先輩が新車で買ってきたんですよ。あ、はい、はい。昔。あの乗せてって言って。フォーサイクルですね。そう。乗せてって言ってから、もう、はい、ドゥル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 ってかっこよく音が、はい、乗って、速攻で崖から落としてえ、弁償ですか。うん、知らん、ご足して返したあ、なるほど、バレなかったわけ。バレなかったです。え、大丈夫バレなかったです。多分でもバレたんだよな、多分あの先輩あの優しかったんですよ ね、 多分ね。ワンガだったら絶対苦しんでるだけラジオネームナルトラさん、バイク、自分はレースを見るのが好きなのです、バイクのレース、バイクレース見ます？いや全然見ないです、意味わからないからっていうか、レースがね、わかんない、うん、あ、嘘、あれ、レースの F1 も全くわかんない。レースの走ってるコーナリングの時の角度とか、あの姿勢がまたかっこよくて。あ、バイクね、バイク、バイク、ね、バイクのレースの話ですよ。今車の話でした。テーマバイクでしたっけ。あの最近 YouTube のショート動画で、うん、コーナリングの時に転びそうになったのをリカバリーする映像とか、こんなして
どうやるんですか、ね、あのハイサイドってコーネリングでパンってひっくり返るんですよ、左コーナーで曲がってる時に突然タイヤが食うってか外側にバイクがひっくり返る、うん、ハイサイドっていう現象があるんですけど、うん、あれになりかけたのをふって直すっていう、そのテクニックは、テクニックっていうか、まあ、ちょっとコンマのテクニックでしょうね、そう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 、ね、やってる動画とか見たりとか、あのおおってやってます、クッキーがここにクッキーここにカンカンつけて、はいはい、お笑い芸人のクッキーがそうそうそう、うん、カンカンつける